といえば、尼崎といえば、夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、ということで、この挨拶、めっちゃくっちゃ久しぶりにしてんけど、今日は何日ですか？撮影している日は、じゃかじゃかかーん。7月24日ということは、一回寝たら、グースカパーン。明日は7月25日ということで、夏みのお誕生日ー。あ、めっちゃいいのある。パッパパーン、パッパパッパパラパーン。夏みお誕生日でーす。はい。ということで、あの、夏みは明日生まれました。誰から生まれましたか？ママとパパの、パパの種が、あ、その言わん方がいいか。ちょ、パパ。待って、これママたちも見るからあかん。ちょ、待って、動揺してる。ママ、パパ、見てますか？ここに夏美はいますよー。ママ、パパ、夏美を産んでくれて、どうもありがとうございました。ママ、パパ、大好きだからね。っていうのを伝えたかったんですけれども、いつも結構夏美って、ママとかパパとか、おじおばとか、兄弟とかに大好きだよとか、いつもありがとうっていうのは、結構日頃から伝えれるタイプやねん。やねんけど、夏美、皆さん、今の手の動きでわかった？ちゃかちゃっちゃっちゃーん。オーマイガー！親指こんにちは。取れちゃってんねん、ここの親指。これ前のネイルもめちゃくちゃ可愛かったやけど、今から夏美お誕生日前にネイルをしに行きまーす。みんなも過去の動画にも、あ、ちょっと待って、ごめんなさい。夏みかんはいつもね、ネイルをしに行くときに親指にメッセージを書いたりするのが定番やねん。夏み考えました。やっぱりお誕生日っていうこともあって、ママとパパが愛し合って、いろいろこにゃ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 ってして、夏みが生まれたわけや。なので、夏みはママとパパに産んでくれてありがとうっていう気持ちを込めた、今回はネイルにしていきたいと思いまーす。夏みかんはこの SNS を始めてから、たくさん夢や目標があるんやけど、夏みがなんで SNS を始めようかと思った理由が、夏みはママとパパの自慢の子供になりたくって SNS を始めました。中学生の頃にテレビを見とった時にな、お笑い芸人さんとそのお笑い芸人のお母さんがテレビを出てらっしゃったんやか。で、その時にママがぼそっと、有名な人のお母さんってどんな気持ちなんやろな、一緒にテレビとか出ててとか、そういうのをポロって言ってて、え、待って、ママが喜んでくれるのって、きっと夏美が人気者になったり有名になって、そんなママに慣れた時にママってすっごい喜んでくれるんじゃないかなっていうのが頭にあったんよ。なおかつ、ももいろクローバー Z さんが大好きで、コンサートとかにめっちゃ行っとってんよ。ももクロにもっと近くで会いたいなってコンサート行くたびに思って、夏にも人気者になれば、コンサートにも近くで会えるかもって思ってん。だから、その夢が、ポン、ポンって重なって、クマ。なので、初めてうちは、ネイルっていうので、感謝を伝えてみようと思いまーす！ということで、とりあえず、夏みかんの楽しいお誕生日動画、スタートー！はーい、みこちゃん久しぶりー。ということで、今日のうちのネイルは、ママとパパにありがとうって伝えるネイルです。はい、今日はね。なので、今日はみこちゃんに、ありがとうをネイルをしてもらいたいと思います。あ、待って、これまた増えた。増えた。今回どうしよう、見て。毎回な、こうやって、いろいろ、用意をしてくれてます。準備してるんですよ。すごいっすよ。なんかこのな、みんなのこういうパーツとかあるやん。こういうパーツはな、みこちゃんが全部自分で集めんねんな。うん、いつも。うわ、どうしよう、うち今回ネイル。どうしよう。感謝のネイルやもん。そう、うち明日誕生日やねん。え、そう、だからママパパありがたいね。せやね。ちょ、うち明日誕生日やから、だから前日に絶対にネイル しに行きたかったから、言って。やばい。バーン、見て。もう指が出来上がったで、指、爪。
めっちゃ綺麗くない？ここで一つ暴露します。夏美は昔ちっちゃい頃爪を噛んでました。ごめんなちゃーい。爪はみんな噛みたくなっても噛まないでいましょうね。はーい。今悩んでんのが、全部桃田加奈子ちゃんの赤色の指にしちゃうか。でも今までももクロのカラーを全部入れてきてたから、そこがちょっと迷ってる。全部赤も可愛いけど。な。今までだって全部同じ色にはしたことないもんな。ない。下地は全部赤にするわ。あ、オッケーオッケー。うん。もうわからん、もうめこっちゃんに任そう。わからん、わからんくなってきた。一旦指全部赤にしよう。オッケー。オッケー。はーい、終わりましたー。めっちゃ可愛い、マジで。やばい。それでは見せます。3、2、1、じゃん。めっちゃ可愛い。大好きな桃田加奈子ちゃんの赤色をベースにしてもらって、全部。ここがしおりの黄色。このくまちゃんは黄色。こっちがれにちゃんの紫、アーリンのピンクを入れてもらいました。かわいい。なんと親指がやばいよ。猫ちゃんマジ天才、やばい。それではどうぞ。ママとパパの子供でよかったにしてもらいました。ありがとう猫ちゃん天才。今日はちょっと今から誕生日会なので急いでくれてありがとう。ということで、今からお家帰りまーす。イエイ。おめでとう。ちゃん、おめでとう。ありがとう。乾杯。で、はい、みんなうちに一言ずつ。じゃあおじいちゃんから言って、うちに一言。はい、飲んだ後に、はい。さあ、あんまた、まあ、いろいろ、ね。いろいろ収まってくる。それはちょっとの気にして、これからもう東京での仕事を頑張って。わかった。あ、もう、まあ、こう言って悪いけど、皆さんにいつもあんた、お世話ばっかりしてるから、健康の方をみんなでね。あ、健康みんなかな。うん、で、あれして、うん、これからも頑張ってください。はーい、頑張りまーす。乾杯。乾杯。一人ずつ言っていいから乾杯すんの？うん。あ、そうなの？いや、何とずつ、うん、じゃあ、おばあちゃん、おばあちゃん、いいよ。おいしいね。いいよ、おいしい。お誕生日、明日やけど、おめでとう。ありがとう。ありがとうね。こちらこそありがとう。いつもごちそうさまで。いいえ、いいえ。また一緒にね、うん、旅行も行けるし、楽しみにしてます。はーい。ありがとう。嬉しい。じゃあ大丈夫。じゃあママは大きめの声に言わないと無理ない、聞こえへんから。はい、いいよ。あ、どうもおめでとうございます。ありがとう。だから、さ、頑張ってください。はい。あ、で、今日は、乾杯。乾杯。今日は、ちょっと一個ありやねんけど、ネイルをしてきました、今日は。で、ネイルの文字をめっちゃいい言葉書いてきて、ママと、うん、パパに向けて書いてきました。そう。みんな見る？うん、見る。いくで、うん、せーの。ママとパパの子供でよかった。ママが顔映してる。手間が泣いてる。ママ産んでよかった？わかったかもしれん。さあ、あ、言うのか怒るとかで、笑うとか拍手しちゃうから。今絶対今拍手喋る。パパは今日はちょっと急遽仕事で今いません。なので明日ちゃんとパパに見せようと思います。はい、次はおばあちゃん、もう一人のおばあちゃん。まあ、なっちゃんね、本当にありがとう。ありがとう、うん、もうおじいちゃんのためにもね、いろいろしてくれたし。ありがとうございました、本当に、うん、おじいちゃん、この席におったらな、本当にもういいことなかったね。泣けてきた。おばあちゃんがおじいちゃんの代わりまで言ってくれた。あ、おじいちゃん代わり言ってくれた。いやいや、あ、思ってる気持ちを。おじいさんもね、夏美頑張るよって言ってくれると思うんで、うん、うん、体に気をつけてね、これから頑張ってください。はい、はい、ありがとう、乾杯。はい、乾杯。はい。確かにおじいちゃん喜んでんな。喜んでる。じゃあ、
最後、ピンク。夏美に、はい、メッセージ。何も考えてなかった。え、考えててって言ったよ。いつもお寿司連れてってくれてありがとう。いいよ。お寿司だけ。お寿司と。じゃうちのちゃんと尊敬するとことか言ってや。なんか。それ難しい。あるから。でもいつも一緒におって楽しいから。もっと楽しもうね。そうだね。言ったあかんってだから全部ここどうカットされるかわからんから。ちゃちゃは。ちゃくんも言って。じゃあちゃちゃくん、はい。ちゃちゃ、今日夏美誕生日だよ。ありがとう。ちゃくん、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 ちゅ、注意してください。せーの、ちゅ、オッケー。見てみんな、じゃーん。美味しいご飯を、夏美が好きなご飯をたくさんおばあちゃんたちが作ってくれたので、今からみんなで食べたいと思いまーす。じゃあ最後にみんな大きい声でなっちゃんお誕生日おめでとうって言ってよ。オッケー。いっせーので、なっちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。いい一年になりますように。今からケーキを食べます。すごい、なんかな、めっちゃいろんなケーキを買ってきてくれてみて嬉しい。なっちゃん生まれてきてくれてありがとう。こっちはなっちゃんおめでとうって、こっちはなっちゃんおめでとうって言って、はい、え、なに、はい、なっちゃん、なに、はい、じゃあ、はい、ラブレターです。手紙、ありがとう。嬉しい。じゃあ本名書いてるから、じゃあ住所も、じゃあ住所と本名と、ありがとう。え、なに、おじいちゃんも、おじいちゃんも、待って待って、おじいちゃんの自慢の孫をえってこう見てな。ありがとう、おじいちゃん。え、おばあちゃんも。え、ちょっと。ありがとう、嬉しい。え、なに、え、ありがとう。え、なに、見ていい、いいよ。やった。え、なにこれ。え、動きなわせ自動で帯。すごい。ママカメラだから夏美がいない時にちゃちゃを見れるように。そうちが結構東京とか地方でその仕事が多いから、いつも寂しくってなんかちゃちゃに会いたいとか言って泣いたりする時あるから、それ用のカメラやって。ありがとう。嬉しい、ありがとう。ママめっちゃ幸せやわ。いっせーので、ハッピーバースデーとユー。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 お誕生日おめでとう。ありがとう。ゆっくりして、せーの、イエーイ。ありがとう。ということで、幸せな誕生日を過ごせました、はい、お手紙もプレゼントもたくさんありがとう、はい、今からケーキを食べて幸せな時間を過ごしたいと思います、はい、みんなのことを大好きだからねって言って、せーの、大好きだからね。しんどいから嫌なやろなの。いや、しんどいから脱いだから。脱いだくない。船酔い。船酔いや。はい、いいよ。はい、マングローブようこそまで。めっちゃ似合ってる。めっちゃいい感じじゃん。あ、誰もおらんかった。じゃあママらどこ行ったん。おじいちゃんいいよ、撮ったよ。